中流部市積み川は、福岡県の主に、福岡市を流れ、博多湾に注ぐに急河川。福岡県糸島市随梅寺に源を発し、おおむね北流。福岡市西区あたご浜とわらくも地ち浜の境界から、博多湾に注ぐ。最上流部には、福岡市の水源となる、曲がりぶちダムがあり、そのさらに上流は八丁川で、の河内渓谷等の美しい渓流となり、 糸島市の水無し小乳道に至る。農耕地の広がる中流部はホタルの里として知られており、1989年4月には室見川中上流一帯のホタルが環境庁のふるさと生き物の里百選に選定された。下流の市街地には延長 4.7km に及ぶ室、三河河畔公園が作られ市民の憩いの場となっている。この公園は、 1993年度に福岡アメニティ100選の一つに選定されている。川口付近では日型があり、毎年2月から4月初めにかけてからは名物の白魚が博多湾から登ってくる。春には川沿いを桜が咲く室見川は福岡の街中を流れるにもかかわらず。 毎年100種類を超える野鳥が観察される。川口部では冬に鈴モなどのカモ類やカモメ類が多く見られ、下流から中流にかけては、川セミやンカイツブリが、上流部には山セミ、川ガラス等の渓流の鳥が繁殖している。室見川では1984年2月に、日本で初めて、ハシボソカモメが観察されたという記録もあり、2001年夏には、 山小便が1ヶ月以上も滞在した記録がある。福岡市の海の鳥であるユリカモメが多く生息している。曲がり淵ダム上流から福岡タワーより望む室見川川口部や下流部は福岡市へ地下鉄で室見駅または橋本駅まで行き、そこから徒歩で回るのが便利。中流部や上流部は駐車場が少ないので車で行く際には注意が必要である。 ありがとうございます。